ポチッとな。こんばんは、マイクです。今日はですね、日産リーフの車内でですね、晩酌を行いたいと思います。晩酌と申しますよね、僕お酒はあまり飲みませんので、コーヒーでですね晩酌したいと思います。車内をですね一回ちょっとくるっと回りますね。ここかな。最近ですね、ジンパルを導入しまして、激安のアクションカメラにですね、3000ちょっとぐらいのアクションカメラにジンバルを装着して、このようにですね、あたり真っ暗ですけども、こんな感じでですね、自由にこうリモコン操作で、これはですね、100均のLED の照明ですね。あと2箇所つけてますかね。2箇所つけて、でモバイルバッテリーで稼働させております。なので、ね、電源はもうこれでモバイルバッテリーだけで、あとはもうスマートフォンがちょろっとあるだけですね。じゃあ乾杯させていただきたいと思います。まずはこうお気に入りの、最近お気に入りのですね、タリーズの水出しコーヒー、甘さ控えめすっきり水出しコーヒーですね。砂糖入ってるんですけども、やっぱり疲れた後とかですよね、砂糖入りのミルクは入ってないタイプですけど、すっきりした味わいで、これなかなかおすすめです。さっぱりしてますね、はい。それと次はですね、もうトップバリュー1本30円ぐらいですかね。でも慣れてしまえば、この味に慣れてしまえば、別になんてことはない味ですね。あ、すいません、私は、ね、今パジャマでいますのでいただきたいと思います。では乾杯します。もう何も持ってきてないのでやることがないんですけど、スマートフォンでちょっと今日いいことあったんですよ。ガチャガチャがですね、偶然に寄った田舎町 の田舎って言ったら失礼ですけども、田舎 のちょっと人口が少なめの市のですねところに行ってですね、ピアゴですか、アピタ、東海地方では有名なグループショッピングセンターなんですけども、スーパーマーケットですね。そこにですね、ガチャガチャがダンゴムシのですね、第3弾のダンゴムシのガチャガチャがありました。で、内容はですけど、在庫が4つ入ってました。で、1つ目はアルビノという白いタイプのですね、それが出ました。で、2つ目はゼブラがあったんですね。ゼブラがあったので、ゼブラをで2つ購入しまして、あとの2つはアルビノっていう白いタイプですね。それが2つガチャガチャの中身をですね覗いたら2つあったので、まあそれで在庫切れになるわけですけども、その2つはもう買いませんでした。アルビノはね、いくつか
持ってますので、持ってないのはやっぱり茶色タンですよね。ゼブラは1つゲットしましたけど、でこれで合わせて2つなりましたけど、でまあコレクションタイプの方と、あと開封して、まあ、どっか飾っておくタイプと、やっぱり2種類ずつあると、あ、2つずつあると、まあ、ちょっとそういう好きな方にとってはですね、いいのかなっていうことですね。まあ、1つだけだと取っておくタイプ、もう未来に取っておきたいとかっていう、そういう未開封のまま取っておきたいっていう方も多分見えると思うので、まあ2つあればいいのかなってことですね。なのでゼブラはこれで2つになりました。あと茶色が1つも出てないんですけど、もう発売時期がですね4月ぐらいですかね。なのでもう第4弾のね発表がされてて、第4弾はあれですね、キーホルダー型になるそうです。多少小型になって、そのままのちっちゃくなった感じになるそうです。なのでこう展開するとこう手とか体の内側の方のリアルな感じのものになるそうです。で小型化されてキーホルダーみたいのがついて、それで500円で、いつ頃でしたかね、まあ、多分 バンダイナムコのホームページを見れば多分書いてあると思いますけども、もうそれが間近に迫ってますので、多分まあ在庫っていうか新たに入荷するっていうのもちょっとあんまり考えにくいですかね。ロットが終わってしまってるような感じがしますね。次の第4弾の方の製造にも入ってると思いますので、で、まあ、この動画撮ってるのが、6月の11日ですか、のちょっと夜なんですけども、6月13、14、15、16ですかね、木、金、土、日で、東京おもちゃショーっていうのが開催されることになってます。で土曜日日曜日ですね、ちょっと友人と一緒に行ってきたいと思います。で日曜日に行くのか土曜日に行くのかってまだちょっとはっきりしてませんけども、その時にですね第4弾のダンゴムシがお披露目っていうことで、まあ、非常に楽しみにしています。バンダイナムコムブースもあるみたいなので、はい、これ毎年東京ビッグサイトの方で行われてますので、それでちょっと頑張って、ちょっと距離遠いですけども、また往復600キロのドライブになりますけども、ちょっと頑張って行っていきたいと思いますので、またその模様とかですね、もう撮影できる範囲内でですね撮影してきて、皆さんにまた動画としてお届けしようかなと思ってます。はい、ですね、東京おもちゃショーにもしご参加ご来館される予定でありましたら、私も行ってますので、ぜひちょっとなんか交流でもできたらななんて思ってます。バンダイナムコで検索をかけて、公式ホームサイト、公式サイトですね、もうほとんどゲームですよね。ゲームのネットワークコンテンツっていうのが主ですかね。バンダイナムコで行くと、ワンピースですか、ドラゴンボールとか、
ガンダムシリーズ、ソーアード仮面ライダーシリーズ、パックマン、アイドルマスター、鉄拳ですかね、太鼓の達人とか、今撮影しているところっていうのはちょっと家から離れてましたけども、かなり静かなねところですね。車の通り一本道をそれるとちょっと車の通りが多いですけども、ちょっとねお気に入りのねちょっと駐車場というかちょっと退避できる広場みたいなところがあるんですけど、そこで撮影させていただいてますので。すごい静かですね。はい。で、リーフはですね、新型も旧型もそうなんですけども、後ろの席をですね、こう倒し、パタンと倒しまして、そうすると足元とからトランクですね、トランクのこの落差がこうあるんですけど、そのトランクの落差がですね、ちょうど偶然なんですけど、普通の買い物かごありますよね、プラスチックのタイプの買い物かご、それがちょうどその高さがですね、それをまあ入れますとね、トランクに入れますとちょうどね、つらい位置になるんですよね。ものすごく偶然なんですけども、なのでこう板を引いてもですね、こうパタ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 こうならない、なりにくいですかね、なのでですね、でこの後ろのシートもほぼ平らになりますので すいません あとは運転席と助手席を前に出してですね、そうすれば180センチの180センチ以上のですね、スペースが確保できますので、車中泊も全然できますよ。はい。で、ここでも、まあちょっと、あまりに大柄の方はね、ちょっとどうかなと思うんですけども、まあ僕みたいな170数センチの人間で、まあ、そうですね、こういう、まあこのぐらいの体型だったら、もう普通にこう、脱いだりしたり、ちょっとまあね、それはミニバンとかにはかないませんけども、もう十分車中泊可能です。これ夫婦でやってますので、一人だけではなくて夫婦でも同じように寝れますので、でまあこの電気自動車ですから、アイドリングっていう概念がありませんので、寒かったり暑かったりすれば車のエアコンをつけてとか暖房つければ、それで空調ができ、他の周りの車のね、アイドリングストップというか、そういうマナーに対してですね、そういうことをあまり意識せずに、音がスーッと音がするだけなので、その音がするっていうか、なんか電子機器が動いてるような、そんなようなかすかな音をがするだけで、排気ガスもありませんし、排気ガスもありませんしね、エンジンの音とかもないので、周りに迷惑かけずですね、アイドリングストップ禁止の場所でもですね、空調ができますし、電化製品インバーターをですね、オートバックスとかですね、そういうところで買ってきて、まあ、通販でもいいですけど、100ボルトで、ちょっとした電気製品で、小型のですね、で、家電ぐらいでしたらね、動かせますし、まあ、メリットは多いかと思いますね。まあ、自分としてはですね、
大きなね、あのポータブル電源とかって欲しいですけど、やっぱり高価ですんでね、あのそこまでお金かけなくてできる範囲内でですねやってますけども、あの車内でですね、あの大きなテレビ見たりするとちょっと電力がですね、あのいりますんで、まあ、そういうことがなければですね、あのモバイルバッテリー程度でですねお持ち込んで、で一晩過ごすことができるしということですね。でエアコンもですね、1日かけたら一晩ですね、10時から6時ぐらいまで、あの一晩かけてもですね、あのまあ出力にもよるんですけど、まあ凍えるぐらい寒くなるような設定にしなければですね、一晩で自分の実績ですけど、約距離数にして30キロ分ぐらいですかね、30キロ分ぐらいの電気しか使わないってことが分かってますので、ですから、あのまあ充電器が近くにあってですね、あのあらかじめ充電をしておいて、でそういう車中泊に挑めばですね、あのまだまだ十分、あの百何十キロっていうあの距離をですね、あのが出てくれますので、まあ、空になるということはまずありませんので、心配なさらずに、あの電気をどんどん使ってもらってもいいと思います。でいろんなリーフに関して、あの誤解だとか、その先入観だとか、それから疑問点っていろいろあると思うんですけども、まあオーナー自身としては、まあどこに住んでるかっていうのもよりますけどね、あの、まあ、30分も走れば大きな町に行けるよっていう、そういう人であればですね、まあほぼほぼあの困ることはないですね。特に通勤なんか、あの1回往復でどうでしょうかね、まあ、20キロとか30キロぐらいの道のり をあの毎日通勤されている方がもし見えるとしたら、そのぐらいの距離であればですね、あの通勤カーとして1ヶ月稼働させればガソリン代換算しますと、まあ、やっぱり数万円になりますので、だからそういう意味ではですね、あの車がタダで買えちゃってるようなものですから、だから旧型のリーフでしたら、今初期型はですね、乗り出しでどうでしょう、60万とか50何万とかで、あの多分買える個体が出てきます。あの諸経費込みですね。それで中期になりますとね、車両が60万前後なので、大体60万前後なので、それから諸経費、車検を取って諸経費入れると、まあそうですね、70万円台前半から80万前後ぐらいですかね、まあ程度にもよりますけど、程度と言ってましてもね、あの車そのものはまだ4、5年しか経ってないものですから、だからあの中期になりますと、まだ4年、5年か4年ぐらいですよね。なので、そのぐらいの車がですね、もう100万を思い切り切ってるっていう、で1回買ったらお金がほとんどかからない、ただまあ航続満タン時においての航続距離はですね、やっぱりそれなりに 1セグ2セグかけててですね、まあ多分 100キロ前半ぐらいですかね、150以内ですよね、まあ何してもどうしても私のでも150ぐらいなので1セグかけてしまいましたけども、まあ、だからこの車を下取りに出したら、あのほぼ60万円台から70万円台ぐらいですかね、そんなぐらいの価値ですね。で後期になりますと、これ30キロの
バッテリーと24キロのバッテリーと併売されてたので、まあ、それにもよりますけども、30キロの場合だとですね、まだまだ劣化の方があまり報告されてないという話をディーラーの方に聞いてますので、なのでまあほぼほぼ200キロぐらいの航続距離が出てきている個体もまだまだあるので、そうするとちょっと効果になりますけども、まあ、中期ぐらいを狙うとですね、込み込み70、80万ぐらいですかね、車検取って、うん、そうですね、うん、80ぐらいですかね、80前後ですよね、どう見てもそういうぐらいなので、それで、まあ、その余、まあ、予算が100万だとしたら、その残ったには20万で、まあ、アクションカメラ買われるなり、そのジンバル買われるなり、こう撮影機材がですね、たくさん買えると、まあ、僕からしてみればそういう夢のようなね感じになりますけども、うん、まあリーフは新車で買うばっかが得ではなくて、いろいろ補助金とかありますけども、その中古車になった分 の価格の、まあ、安さですね。ですので、そのいかに電気自動車をですね安く手に入れるかで、本体を安く入れるかで、本当の意味の経済性がね関わってくると思います。同じ年式だって、まあ、例に例えてはいけないんですけども、トヨタさんのプリウスはもうずっともっともっと査定が高いので、同じ3年落ち4年落ちのリーフを買う、あるいはプリウスを買うとしたら、その値段ではとても出ないけど買えませんので、その差額をですね、まあ、うまく利用してですね、安くリーフを手に入れれば、さらに安いコストがこれから待ち受けてますので、いい意味ですね、いいかなと思いますね。安く手に入れれば。で、先陣を切って買われた諸先輩方ですね、初期型リーフの初期のタイプですね、もう本当に本当にありがとうございますですね。そういう方たちが人柱ってことは変な言い方ですけど、もうかなり高いお値段でですね、購入されて、で、まあ、その当時はもうみんな見る目がですね、黄色い目だったと思います。はい、自分も実際最初に出たリーフですね、もうそんなにもうすごいなーって、勇気がいるなーっていう感じで、すごくまあ本当に拍手ものですね。自分もそう、お金に余裕があればですね、あやかりたかったってね、本当に珍しい車でですね、本当にモーターだけで動けるのだろうかなんていうふうに思ってしまうぐらいですね、ちょっと見る目がですね、普通のガソリン車のこうちょっといい高級車を見る目とはちょっとまた違う意味でのいい車として、憧れの車として、未来の車として自分なりに見てましたのでね、そういうことですよね。本当にご苦労様でした。本当に今でもですね、初期型リーフ乗られてる方いると思いますけど、まあ、本当に車としてはですね、しっかり作ってある、しっかり作ってある方だと思います。この B セグメントっていうのは世界中でもね、幅が広いタイプなので、今更その B セグメントをまたこのスタイルで出してくるっていうのは、マーケット的にはちょっと危険な賭けって言いますかね。できる同じ B このカテゴリーの中では、いわゆる SUV と呼ばれるですね、車が一番今流行ってまして、その後にミニバンですよね、軽自動車って
続いていくんですけど、このスタイルの、このスタイルの車をバンバン売りたいっていう風な、そういうバンバン売れるというような時代ではないわけですよね。だけどリーフだから売れてるんですよね。そういうことでですね、もうちょっと背が高いといいなって思うけど、自分はですね、この背は低くしてほしいんですよね。マイクの言いたい放題のもう過去動画で上げてますよね、上げてますので、ご覧になっていただければと思いますけども、車高は下げてほしいんですよ。ですけども、このシート自体を下げることによって車高が低くなったとしても、移住空間っていうのは保てれますので、この辺がですね、下に何ですか、バッテリーを積んでいるので、そのあたりのバッテリーの小型、さらなる小型化とかですね、薄くなったりして、こう居住空間が増えて、でそれなおかつ車高が下がればですね、よくあるこうエレベーター式、こう観覧車みたいになってる駐車場がありません？縦型のタワーパーキングっていうんですか、あれはですね150センチなんですよね。で高さがだいたい、そうですね、東京の秋葉原とかでも、名古屋の大須とかでもそうですけども、だいたい150センチ以下の車なんですよね。だからリーフで乗り込んでいくと、リーフはちょっと背が高いのですいません、止めれません、そういうことですね。ちょっとへこんだ時がありましてですね、やっぱりタワーパーキングの方が安いですから、長時間止めても安いプランがやっぱありますので、なので側はですね、なんか5ナンバーサイズの車のような感じのね、イメージ受けますけど、実際には幅も広いし、幅も 1.7 も優に超えてますし、高さ 1m50 超えて、ちょっと超えてますし、まあ何分ですね、そのタイヤサイズも結構大きなものをチョイスしてますので、だからマーチとかノートとか、そういう 5ナンバーシリーズのですね、それとは違う大きさになってます、なのでちょっとこのリーフはですね、車高がちょっと高いものですからタワーパーキングに入れません。なので都会に出てって駐車場探しにちょっと困ります。はい、長さはいいんですよ、4m40 とちょっとしかないので、普通のセレナとかノアボクシーとかに比べるですね、20センチぐらいは車の長さ短いものですから、そういう意味はですね、車高だけがちょっとね、ネックになってますので、もしこのセグメントの車をもうリーフのモデルチェンジがあるとし、フルモデルチェンジがあるとしたら、この車高をですね、1m50ぐらいにですね、ちょっと下げていただいてですね、でその分のシートの方のね、厚みがちょっと少なくなったとしても、まあそれでそういう感じになれば、なんか空力的にもなんか良さそうですしね、車高が低くなると、だから最低地上高は低くしてほしくないんですよね。結構エアロスタイルとかですと、ノーマル車に比べて4センチぐらいですね、ちょっと下がってしまうんですかね、あれちょっとわからないですけど、だからこう坂道を降りるところでが平坦な道の場合、ズズズッとこうね、フロントスポイラーの下のゴムの部分をとかを擦ることがありますよね。で自分のもう擦りそうなぐらいのところを結構走ってますので、だからちょっとこうエアをつけて最低地上高を下げてしまうと、結構へこんだりしますよね。ガリガリっと
とこう、ね、最悪の場合にはそのあのせっかくつけた、ね、フロントスポイラーとかを吸って破損してしまう可能性もありますもんね。まあそんなことでですね、あの話しそれちゃいましたけど、まあ、雑談で、ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。何度も申し上げますけども、日産リーフは車中泊全然できますので、あのそういう仲間があの増えてですね、ちっちゃいお子さんとご夫婦2人ぐらいでしたらあのなんとかなってしまいますよ、でもスライドドアじゃないので、スライドドアの車に比べれば使い勝手はですね、まあ、当然あとの悪くなるにはもうそうなんですけども、まあ、このリーフがいいってことでリーフを買われた方でですね、あの車中泊してみよう、そうすればあの車中泊しながらですね充電しながら走れば交通費あのがですね、あの宿泊費とかそういうことあんまり考えずにですね、あの日程さえ許せばですね、あの下道であのゆっくり走ってですね、一般道で通れば、一般道を走れば走るほどこの車は、ね、あの電費伸びますので、あのこの電費の考え方はあの何かの記事で読んだんですけども、あと何キロ走行できるっていうのありますよね。あれはですね、あの、まあ、過去とかその直前のその燃費に依存してそれで計算してるんですけども、まあそのある程度の、まあ、普通の走り方で走って何キロって出てる場合ですね、過度にあの激しい運転をした後じゃなくてですね、普通に走った後に今あの電源を入れた時に表示される数字があるんだけど、その数字よりもあの一般道で走ればですね、あのそれよりも若干、まあ、多めに走ることができるっていうような私なりのデータがありまして、で結局ですね、あの500メートルぐらい走行して、で500メートルの地点で止まります。でそこからまた始動してですね走って500メートル走ったらまた止まります。これは街中の、あの交差点とかはですね、もう500メートル経たずに2つぐらいあの信号機があってもおかしくない場所もやっぱありますけども、まあそれは別として500メーターごとに止まるような運転の仕方ですね。そうすると500メーターごとに回生ブレーキをいくつあの何秒間かしますので、その蓄積によって100キロ200キロ走った時にあのその回生ブレーキ分が結構なね、あのバッテリーの消耗した分を補ってくれてですね、でそれでプラスマイナスとしての表示されてるその数字ですよね、あと何キロ走れるっていう数字に近づいていく、もしくはそれよりも多めに走れてしまうと、まあ、運転の仕方によってはね、その数字よりも若干低く少なくなったりしますけども、まあ、通常の運転であればあのその表示されたあの走行距離でほぼほぼ同じような距離が走れるんじゃないかなって思います。これがあの高速道路ですとかあのバイパス道路ですね、あのずっとアクセル踏みっぱなしの状況でいますと、みるみる減ってきますので、まあ、7割、6割ぐらいですね、ちょっとこうそのぐらいを確保しておかないといけないかなって思いますね。回生ブレーキが効くか効かないかでだいぶあの違いますしね、アクセル回路もそのエコモードのエコの部分の
ありますよね。その範囲内でアクセルを調節していればそんなに悪い結果にはならないでしょうしけど、こういきなりこう回転を上げてしまうっていうか、回転馬力を上げてしまうと、それがずっと続いてるとみる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 減ってきますので、不安になるね時もたまにありますね。で、一般道でね、ゆっくりこう時間かけて走っていけば、その距離も稼げますし、一般主要道路を走っていれば日産のディーラーもあるし、コンビニエンスストアとか大型のショッピングモールとか、ね、近くにありますので、だからそれを充電を乗り継いでいけばですね、どこまででも行けるということですね。で、意外にリーフのね、運転は疲れにくいと思います。同じような形の車にも乗ったことありますけども、やっぱり車の剛性感がね、違いますね。しっかり作り込んであるっていうか、ボディのこうしっかりした部分がですね、やっぱり感じられますね。シートもですね、比較的分厚いんですよね。もうちょっと薄くてもいいかなっていうのありますね。最近のですね、輸入車メルセデスもそうですし、まあテスラもそうですけども、シート薄いんですよ。でそれがまあ移住空間をですね、良くしてる、広くしてるっていうことをやっぱりひしと感じますよね。で、薄いからいいか悪いかっていう、そういう問題ではなくて、リーフは比較的厚め、だから設計的にはかなり昔の設定ですね。ソファー感覚の設定ですね。で、薄ければですね、やっぱりそのクッション性がって言われますけども、もうフレームがですね、フレーム自体が薄くなってますので、だから一見薄く感じてもですね、しっかりホールドしてですね、遜色ない大型のそのシートに比べて遜色ない乗り心地サポートができていると思いますので、だから今はもう薄くできる技術があるもんですから、もうリーフも全然、次期リーフはですね、キープコンセプトももちろんしていただきたいんですけども、内装類に関してもですね、より近未来的なですね、設計でやってもらうといいかななんて思ったりしますね。ヘッドレストはですね、しっかりこう分厚いヘッドレストをおごってほしいと思いますけども、シートバックですねはかなり薄めでも十分乗り心地とかこう良くなる技術が今あると思いますので、薄くしていただければですね、その分最低地条項も、あと前後のですね、足元の余裕も、後ろの席の方の足元の余裕とかもだいぶ違ってくると思うんですよね。なので車が電動化されて近未来に近づいているわけですから、まあ、自動運転とか運転支援システムもかなり優秀ですし、ですから次のねモデルチェンジではもうまたハッと驚かしてもらえるようなね、モデルチェンジになるとですね、いいかなと思いますね。だけどですね、今までこれ旧型リーフとか現行の新型リーフをですね乗り継いでいかれる方も、10年ぐらい乗りたいという方も多分見えますので、そういったユーザーの方向けにですね、できればですね、今の 40kW の電池ですね、その電池とかをですね、旧型リーフに移植できるような、そんなようなディーラーのサービスが出てくればですね、また安く中古車で今安いですけども、中古車市場が高騰する可能性ももちろんありますけども、実際に乗り続けたいというユーザーさんも多分たくさんいらっしゃって、この
この形がいいよねっていう、そういう旧型リーフのね、あのアマガエルのような形ですかね、ウシガエルなんかちょっとわかんないですけど、なんかこう動物で例えるならね、爬虫類系ですよね、のあの感じのあのスタイルがいいっていう方もいらっしゃいますので、僕もよく聞いてますし、自分もですね、後ろ姿は結構引いてますね。ちょっとまあ独特で、リーフ一目で、あ、ちょっと変わってる車だってことが分かって、あのまあなんか存在感がね少しある、そういうふうに思ってまして、この旧型リーフのデザインはね嫌いな方ではないですね。逆にまああの気に入ってる部分もありますので、まあそんなところですね。バッテリーのグレードアップをですね、あの既存のユーザーの方にですね安く提供していただけるようなねプログラムを組んでいただけると、あ、日産ってこんないい会社だったんだ、ユーザーさんを大切にする会社だったんだっていうことをですね、あのアピールできますし、まあ、それも、まあ、マーケットとしてですね世界中にですね、まあ、伝わるわけですから、こういう YouTube とか SNS やなんかでこう発信、ユーザーの生の声をですね、あの発信することによって、あの、まあ、日産さんとしてはですね、新しいそのお金を予算の分、開発予算の分をですね、新しい車に投入したいと思ってるのは山々だと思いますので、まあ、あの実現ができるかどうかっていうのはもうほとんど期待できないかもしれないですけども、まあ、今の40キロリーフ の、 あのバッテリーがですね、あの差し替えが今のこの旧型日産リーフ乗ってるオーナーの方たちに対してですね、そういうプレゼントができれば、あのもちろん優勝でですけども、うん、そういうプログラムができればですね、日産はねますます好きになると思うんですよね。自分もですね、トヨタさんとか他の輸入車メーカーさんたちのですね、あのからの乗り換えですので、初めて日産さんの車を自分で所有するんですよね。でなので日産さんのイメージっていうのが、トヨタとかあのホンダさんとかね、そういう大手のメーカーさんのと張り合ってるメーカーさんなので、まあ、そこそこいい車なのかなっていうふうに、そういうことですね。まあ、リーフは日産にしか売ってないのですね、あの選択肢がなく日産さんで購入することになるわけです、なったわけですけども、まあ、あの売ってからのお客さんに対して そのサービスっていうのもですね、あのやっぱり次につながるかつながらないか の部分が出てきて、ね、結局はその既存のユーザーをないがしろにすればするほど、あの、まあ、どんな理由があってもですね、あの理由があってもですね、あの、まあ、買った人にはもうあまりお金を かけて何かをこうメリットを享受させるっていう、そういうことをせずにですね、あの新型車の方にばっかあのお金を投入するようなあのやり方でやってますと、次に日産買ってくれなくなって、ま、ね、しまいますよね。結局携帯電話もそうですけど、乗り換えた方があの有利な条件が出ますよね、値引きに関しても。これはあの日産からルノーに乗り換えた、ある日産から三菱に乗り換えた方もそう言ってましたけども、乗り換えたからこんなにあの値引き してもらったんだよなんていうことを聞いたんですよね。まあそれは携帯電話と一緒ですよね。新規とか機種変更よりもあのそのキャリアの乗り換えの方があの手厚いですよね。だっけ、あの、うん、手厚いですね。だから相当安く買えたりして、まあ嫁の夏美がですね、あのガラケーからドコモのガラケーから au の
スマートフォンに変えたんですけども、それもですねドコモの iPhone に変えたんですけど、 iPhone よりもその au に乗り換えた時の iPhone の方が補助金っていうんですかね、この、値引き率が全然違いましたもんね。なので10になったのが、10でももう実質5000円ぐらいで買ってることになりますので、でだけどもドコモだと10だとまだ7、8万ぐらいのお金払わないと買えなかったので、そんな差があるんですよね。だから乗り換えるっていうのは、その分メーカーとかその親会社とかそういう会社絡みですね、条件が有利になって安く購入できるってことになりますので、なので西澤さんもね、次のリーフ出る前にですね、できれば旧型オーナーのですね、生の声をですね、ぜひちょっと聞いていただければなと思って、日産の関係者の方がこの動画を見ていらっしゃるかどうか分かりませんけども、もう既存のユーザーに対して一番今困ってることっていうのは電池の劣化だと思うんですよ。車自体はもう全然まだまだ壊れてないですし、壊れる兆しもないですし、まあ、ナビゲーションのそうですね、旧型の初期中期の方はですね、ナビゲーションCD の再生ができるだけで DVD の再生できないナビなんですよね。で確か 30kW が出た時の後期タイプから DVD の再生ができるタイプに変わったと思います。見た目は一緒なんですけど中身が変わってるってことで、だから中期と後期は結構差があるんですよね、その性能、機能面でですね、なのでまあ初期中期の方をですね、ちょっともう一度見渡していただいてですね、で走行データとかそういうのも常時日産の方で把握されてると思います。 GPS で今この車がどこにあって、でこの車がどういうルートを今日一日走ったかっていうでデータも全部個人情報も全部ですね、日産の方に送信してるはずなので、で送信しててそのデータがもう膨大なデータが今あるはずです。もうリーフが出てからもう7年ぐらい経つんですかね、なので膨大なねデータがあるので、そういう意味でですね、そのデータも活用していただくとともに、バッテリーのその新車時のバッテリーじゃなくて、その今現在売られてる新車で売られてるバッテリーをですね、なんとかね乗せ替えれるようなね風にしていただきたいなと思いますね。そうすればですね、ますますリーフとか日産のイメージをですね、アップさせることができますし、まあ、自分が社長だったらやりたいですね、そういうことをですね。で、だったら最新のリーフに乗り換えればいいじゃないのかなっていう、まあ、売らなきゃいけないからっていうふうに思いますけど、結局それってマーケットにつながるかつながらないかっていう意味ではですね、微妙ですよね、今の社会でいくと。結局選択肢がどんどん増えてますので、もうこの時点で旧型リーフのオーナーの方たち の理解をですね深めないと、その方たちは次に日産だけじゃなくて、もういろんなメーカーの EV がを選択肢に入ると思いますので、もう日産は懲りたよなんていう、そういう人も多分出てくると思うんですよね。
買ったはいいけど 4,5 年後には放置されてるから結局買わない方がいいんじゃないのっていうような感じで思われてしまったらもう終わりですので、もう日本での市場はつかめなくなりますね。もう絶対的に中国とかですね、東南アジア系のメーカーがもしポンポン出てきたらですね、特にアメリカも脅威ですけども、トヨタさんもそうですね、トヨタさんも水面下でソフトバンクと手を取り合ってですね、もうめちゃくちゃすごいの出してくるかもしれないですし、もうそういう意味ではですね、今この時点でやっておくべき日産の取り組みとしては、やっぱり旧型をオーナーに対しての、不安感の払拭ですよね。すごく高い車ですので、初期型のリーフって。中期になってだいぶ値がこなれましたけども、初期型のリーフ、ものすごい高い買い物、500万ぐらい以上したんですかね。なんか今の新型日産リーフよりも高いはずですので、中期とかになって、中期とか後期になってだいぶ値がこなれてきたんですよね。なので、もう最初の出始めて結構高かったと思いますので、そういう方たちもですね、まだ全然車なんてまだ7年、一番古い形で7年落ちか8年落ちですか、なので、全然車としてはですね、傷んでないですよね。全然まだもうその3倍ぐらいは平気で乗れますよね。なので、もうバッテリーのことだけですね、乗り換えるっていうのは非常に不経済ですよね。経済的な意味でも本当に不経済で、元取れてない方の方が多いと思いますね。もう100万、200万安いプリウスを買ってですね、その100万円、200万円分をガソリン代とか、その自動車税とか保険代とかの維持費、差額の維持費にですね、変えたところで、もう到底普通に10年ぐらい所有した分には、普通の人がね、10年ぐらい所有した分には本当取れませんよね。自分でもまだ取れてないと思います。まだ100万円安い当時の最新のプリウスを買ったとしてもですね、でガソリン代がかかって車検代も高普通にかかって、ガス自動車税とかもかかってっていうような感じでですね、差額を埋めてったとしても100万円は元取れてないので、普通の人は多分取れずじまいで、高い買い物のままを高い買い物をしたままリーフを譲ってしまうということになる羽目になるということですよね。その分はそれで道中でですね、その所有している道中で電気自動車ならではのですね、そういう所有感はもちろんあるんですよ。あるんですけども、充電に手間がかかったり、実際に使っていく上でですね、普通のガソリン車、特にプリウスやなんかと比べるとですね、圧倒的にその航続距離が違いますので、そういう意味ではストレスっていう部分が少しでできる、リーフの方がストレスがちょっと出てくるようなことになりますので、元は取れてないっていうのはそういう意味合いも含めてのことですけど、結局40キロワットぐらいでですね、バッテリーをこの旧型リーフで積んでいただくことができればですね、その値段はちょっと分かりませんけども、値段次第って言えば値段次第かもしれないですけども、もう1台車が買えるような値段であればですね、これはちょっと話が変わってきますけども、やっぱり片手ですよね。50万円前後ぐらいでですね、40キロのバッテリーをですね、積むことができればですね、もうこれはですね、一生これ日産についてきますみたいな、日産の車買いますみたいな感じ、他の人にもどんどん進めますみたいな感じでですね、日本のマーケットもちょっと回復してくるのかなっていうような気がしますね。他の方たちはどういうふうに思われてるかわからないですけども、私はそういうふうに
感じております。もう何分喋ってるかちょっと分からなくなってしまったんですけど、まあ、そういうことですね。今日ちょっとこのまま車中泊してみたいと思いますね。こう座って、すいません、アクションカメラのですね、電池が切れてしまいましたね。アクションカメラ、今使っているのがクロスツアーですね。CT7000 っていうやつですかね。3000円台で購入しました。今でもまだ同じ機種が売ってるんですよね。もうこれ買ってですね、かれこれもう結構経つんですけど、でこの個体がたまたまいいのかはどうかわからないですけども、あれです、画質がですね悪くないです、思ったほど。はい、ですけど静止画のね、手ブレはついてるんですよ。手ブレ補正はだけど、動画の手ブレ補正がついてないタイプなんですよね。なのでちょっとその辺でですね、移動しながら撮影する時にはですね、まあ仕方なくスマートフォンの、ね、手ブレ補正の機能を効かせて動画を撮影してるんですけども、ですけど画角がですねやっぱり狭いので、スマートフォンの場合です。これだともう100、どうですかね、正式に測ったことないですけど170近くあると思うんですよね。なのでもう結構広くこうドライブレコーダーみたいに広く撮れるもんですから、風景撮ったりなんかこう、そう、広角で撮りたいなっていう時にですね、このアクションカメラも欠かせないですよね。でまあフルハイビジョンで撮れますので、スマートフォンと比べてもですね遜色ない画質だと思います。スマホ自体今画質いいですから、そういう意味ではですね、両方使って撮影したりして動画上げてますけども、まだその動画の手ブレ補正がないので、最近ジンバルをですね、1万円ぐらいですけども、ジンバルを導入しました。なのでこれ今回もジンバルに乗せてですね、ジンバルに小型の三脚がついてましてね、それを使ってるので、まあ、直置きっていうか、そのジンバルをそのまま立てて置ける三脚がついていましたので、そうすればですね、こう三脚いらずにですね持ち出せるということですね。スマートフォンですと Bluetooth でジンバルの方からオンオフしたりですね、いろんな操作ができるんですけど、まあ、アクションカメラの場合はですね、その連動してないもんですから、アタッチメントみたいなのを買ってですね、スマートフォンがちゃんと固定できるように、アクションカメラが固定できるように、そういうパーツをですね1800円ぐらいですかね、 Amazon で、それをオプションで別途購入して、でもともとは GoPro をつけるような感じになるんですけど、まあ、アクションカメラも形状的にはほぼほぼ似てるタイプですので、同じような取り付け方で取り付けれますので、それで、まあ、まあこうやって撮影してできていますので、そんな感じですかね。モバイルバッテリー一つあって100均のライトがあれば給電できますし、まあいいですね。今も最近は非接触なので、モバイルバッテリーでもこう充電がねすぐできるような感じでなりますよね。これでオンオフですかね。すごい便利。今の
充電中ですけどね。おつまみもですね、持ってくるの忘れてしまいましたので、こんな感じでですね、今日ちょっとダラダラと言いたいことをマイクの言いたい放題で言わさせていただきました。今日は本当に自己主張ありがとうございます。本当に本当にですね、こんなくだらない動画にお付き合いいただいてありがとうございます。まあ、日産リーフ社内からの、まあ、あれですね、おしゃべりということで、すいません、皆さんの貴重なお時間をいただいてありがとうございました。では今回はですね、この辺りで失礼させていただきます。次回はですね、またどんどんことサブカルチャー的なことも含めてですね、くだらない動画をどんどん上げていって、まあ、それが私のモチベーションっていうか、なんていうんですかね、今一番楽しくやってることの一つで、まあ何の動画でもいいと思います。最初はですね、車の日産リーフを車中泊にして、車中泊仕様にしてバンバン動画上げたかったんですけども、車中泊を毎週のようにやるわけにはいけない立場なので、やっぱり家庭もありますし、なのでいろんなお付き合いね、町内のお付き合いとかもありますし、区の中のその役員とかもね、やったりしてますので、なかなかですね、車中泊動画ばっか撮るわけにはいけないので、日頃 の生活の中で、まあ、できる範囲内でですね、楽しくいろんなジャンルをですね、やっていくような感じになると思います、ね、ですので、まあ、好きなことはたくさんあってですね、多趣味なもんですけども、一つ一つはそんなに極めてはないもんですから、けどまあそんな感じで緩い感じですね、今後ともお付き合いいただければと思います。で、皆さんですね、チャンネル登録をしていただいたり、評価ボタンですね、グッドでもいいねでもどっちでもいいんです、どっちでもいいんです。何かこう私の動画に対してですね、こうまあなんかこうドーンと言いたかったり、あこれは違うぞとかって、これはそうだよねなんて、一緒ですよみたいな感じに、そんなやり取りがいいんですよね。常に褒められる動画を撮りたいわけではなくて、やっぱり人間ですから、合う合わないもはもちろん、考え方でもね、合う合わないもちろんありますし、受け取ることも受け取り方もそれぞれ違いますけども、いいんです、それで。まあこの年になればですね、別にこの何かこうね、こう不評のボタンを押されても、ほぼ動じないですね。いいんです、反応があったってことが嬉しいので、いいんです、そういうお世辞とかもとかね、もうキーを使っていただくやなくても、パッとこうその代わりにこう反応していただいて、これこうだよね、ああだよねって言って、そういうような会話でが嬉しいんですよね。ですから、いろんなジャンルでですね、活躍されている YouTuber の方言いますけども、それぞれのもうその思惑で考え方でやられてると思いますので、それをいちいちね、私自身が否定したり、自分の考え方をこう押し付けたりすることは全くしたくありませんし、考えてもいませんので、そういうような形でチャンネルを運営しているわけではないので、本当に楽しみ、皆さんが見て、あこんなバカがいるなってね、こんなことをして恥ずかしくないのかなっていうような、そんなような反応でも全然嬉しいんですよね。反応していただくということがもう本当に楽しいんです。まあド M じゃないのなんて言うように言われるかもしれないけど、自分で攻撃するようなね、そんなような感じにはね、したくないもんですから、
今まで50何年か生きてきましたけども、やっぱりいいんです、人それぞれですから、考え方が。なので自分の思ったことをですね、もうパンと僕の方にぶつけていただいて、ああそう、そういう考え方もあるんだっていう目で見ますので、全然バッドボタンでもグッドボタン嬉しいですけど、バッドボタンでもそのコメント欄にでもですね、なんかこう一言入れていただくっていうのはものすごく嬉しいですね。反応があってですね、でもしこの動画見ていただいてってで、東京おもちゃ商にね、来られる方いたらですね、探してください、自分名刺を持ってきますので、ちょっと自己紹介でもさせていただいたらいいかなと思って、土曜日か日曜日かどっちかわからないですけども、友人とね一緒に行き行く予定でいますので、東京おもちゃショーでお会いしたいですね、ぜひ、そんな形でですね、もう東京モーターショーで今一番気になっているのはバンダイナムコさんのガチャガチャですね。ガチャガチャの最新作をですね、ちょっと見ていきたいなと思っています。はい。これ以上だともどんどん時間過ぎてきますので、これでおいとまさせていただきます。本当に今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。皆さんもですね、私にどんどん意見をぶつけてきていただきたいし、反応もグッドボタンでもバッドボタンでもしていただいて、あとできればですね、チャンネル登録していただければ、不定期です、定期的にですね、動画上げさせていただいてますので、ぜひお近づきになりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。じゃあ今回はこれにて失礼いたします。ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。マイクでした。Yeah.